はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。桃鉄20周年ね、13年目やっていきましょう。弁慶飯ですね。香ばしい味噌おにぎりのことで、酒田では料理の締めに出てくるということですね。はい、では、今美瑛かね、新潟。うわー、これ富士山行かれるかもしれんね。まあ、とりあえずちょっと近づくだけ近づきましょう。貧乏神は嫌ですからね。おい19。あー、そうやね、カムイバ行っちゃおう。もう半ば諦めのあれで。でね、これを3枚で、刀狩りですね。はい、せーの、あぶんねまた10何億の世界ですよね。捨てられたとしても、まあそういうの大したもんやけどね。刀狩り、いやーでも奪ってる時間ないな今。八丈島にワープ、エンマさん、あ、その方が近いんだ。そうかそうかそうか、40マスから25マスになるからね。まあ、賢い選択かというとね、分かんないですけど。21、できるだけ近く。これ21、かますか。そうやね、まだワンチャン残したままやけど、まあ、自分も近づけばねワンチャンス来るから、まあ、ここは初のかます踏みましょうか。こりゃ1800万積んだからね。セーフ1か。5出されたアウテンだ。おわ、来た、使ってきた。危ねえなあ。打った打った、さすがシュラさんや。攻撃系カードやっぱり使わないよね。2、はい、サイトの完熟マンゴーね。今2億はでかい。22マスやから、そうそう、これもなくなっちゃいそうなんですけどね。19、届かないやん、3マス前か。こっちから行くとくっつくから、これはいいと思う。で、ちょっとリチウム電池工場は飲みましょう。はい、セーフ2か。デビルカード。で、6マスだったら、新幹線カードか特急カードで勝負できますから。そこまでやね。あ、来た来た。10マス。あー、セーフ。次決めないとやられる。いや、よく持ったよ。さあ、ここはね、特急カードで6マスですからね、勝負。回路が多いからね、
15か。まあ、よし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 。ああ、耐えた。今回はちょっと、半ば諦めてましたけどね。やっちまったと思ってたんで。さあ次。はい、新宮か。といえばね、よくね YouTube とかでおなじみの奈良のヤギと、その和歌山のね新宮を結ぶね日本一まあ路上高速道路を通らないね、日本一長い路線バスというのがありますけどね、あれは実はまあ余裕あるからいいか。あれはね実はもっと本来もっと長かったんですよ。私実はね、奈良に親戚がおるんで何回か乗ったことあるんですけどね、あれあのバスは今でこそねほぼほぼ各駅で各バスで止まってますけどね、ガチの特急でしたからね。まあ料金はね特急料金取るわけじゃないんですけどね、本当にね主要のバス停しか止まらないいうね、確か途中の五条のバスセンターかな、バスセンターとで今は八木奈良の八木駅からですけど、昔は奈良のねあそこ東大寺のとこ確か名称はね奈良大仏前とかいうねもうまんまやんいうね名前のバス停やったんですけどね、そっから新宮まで行ってたからね、あとだから営業距離としては 2,30 キロ長かったっていうねことなんですけどね。で私がちっちゃい頃は当時の観光バスのね改良型かなんかが走っててね、車掌さん乗ってはりましたね。吉田さん、新宮でしょ。わ、これどっちやろ。亀山か鳥羽やな。でも亀山あれやから鳥羽行きましょうか。ね、エスパーニャーですよね。あ、そっか、買えないじゃあ亀山の方が良かったね。まあいいか。さあ、じゃあもう普通に振りましょう。近いんでね。123だったらもう伊勢、松坂、亀山ね。どん。あ、読んでちゃった踏んどきましょう。で、西の方にゴールが行ってくれれば、ラッキーでしょうね。はい、おー、近い。ご飯も全部買いましょう。吉野杉にね、ドリンク券がありますね。これがここのそこのね、山の中を抜けて、奈良の五条を通って、大和高田を通って八木まで行くというバスですね。なんか6時間くらいかかるらしいですね。お、ぶっ飛んだ。あー、近いな、渋谷か。で、割られると。さんはね、特急カード。あ、チューリップパッド、チューリップ園買わないのね。あ、収益で見てるな絶対。あ、プラスの駅ね。はい、9月ですね。さあ、この辺はまだみんな近づいてないので、ちょっと普通に振りましょう。はい。6。あー、こっちはかますやん。あ、うわ、伊賀上のしかない。まあいいか。はい。
おお、よしよしよし、乗っ取り君発動してくれた。ということは、これ風神さんのあの農林物件取っちゃいましょう。確かね、アシカさんは今農林物件持ってなかったはずなんで、うん、これやね。うん、なるときのとき。OKOK。ラッキーラッキー。これはラッキーでしたね。一マス移動しただけか。ああ、そうそう、足のあるアシュラさんの方がちょっと恐ろしいね。うわ、12か。ああ、近づいてきた。5マスか。ということは、もう次はフラのダメやね。よしよし、まあまあ。16億、藤井さんが4億、芦田さん3億。バラつき出てきましたよね。バラつきが出てきて、ここは新幹線で勝負しましょう。まあこの大阪と京都の間ぐるぐる回って、それかまあこう湖西線からね回っていけるか。あ、いけるいける、よしよし。残り、あ、11マスやったんやね。新幹線カードの間には少なかったよ。よいしょ、いいぞ。これでまだ西の方に行ってくれれば、九州でもいいね、四国でも。うん、熊本とかあるから。はい、境港。これはね、10億の物件だけ、うん、券買っときましょう。はい、おお、舞鶴まで来たか。風神さんはまあ特急使ったとしてもワンチャンやけどね。あ、風神さんじゃ、アシュラさんね、今急行使いましたね。でもうあれがない足のカードがないから。勝負ですね。もう一発で取れるか。ただぐるぐる回れるところがないので、望み一発勝負かな。うん、よし、24。あ、よかった、いけるやん。というか望みカードの消費が半端じゃないけどね。そろそろ正宗さんに、ね、新幹線カードを返還してもらわないかのやけどね。東北だったら大丈夫かな。はい、おい、よしよし、博多へ。ここはまとめ買いですね。じわじわ近づいてくるからね。あ、岡山か。あ、ここもやっぱ白桃園買わないんやね。あ、よかった、農林物件買われて。チャラカードをもらって、あー、かますんだからかな。あーバキュームカードを8億で買われないたいわな。あ、もう一個記念仙人出てきて、50回目ねあー、なるほどね、マイナスを消してから10億もらえると。さんもな、あ、エマさんもお金与えると物件買い始めるからね。まあ全部自分でね買い占めるのは絶
対無理なんで、他人から、ね、他のプレイヤーから奪うとかね、これは17やからワンチャンもう勝負しとかないとダメやね。まあ望みばっかり使ってるけどな。はい、23測った。あ、いけねえということは、今治はちょっと高い、松山も高い。あ、下本がいけないんか。せやね、鈴木行きましょう。ちょっとだけ遠いけどね。ああ、突っ込んできた。マイナスやからね。怖いな。そう、藤井さんやわ。これで10減って、7マスか。次9コーナーならワンチャンありますね。これはまずいぞ。あ、幸せなおじね、幸福なおじ。最初は蔵の町のね、風景に集まった観光客が喜多方ラーメンを昼食に食べるうちに、大人気にとね、今では人口5万人ちょっとの町に130軒以上の喜多方ラーメン屋さんがありますと。あ、弁慶さん、はいはい、いいぞ。でも捨てる。サイコロじゃない。これでも14やったらやっぱり一発勝負になっちゃうね。ほい、19。あー、いけねえやん。どうしよう。これやばいな、いかれるな。熊本泊まっとこうか。でもええけどな、隣やけど。唐津は買い占めてる。長崎もいけねえ。使い切った。ここまで、はい。ここ一発あるよ、7やったら。うわぁ、セーフ。お、焼きうどんの発祥地小倉ね。第二次世界大戦終了後、関西で流行っていたのがソース焼きそば。焼きそば用のそば玉がなくて干したうどんを使ったのが焼きうどんの始まりとね。オリジナルの焼きうどんは、平たい乾麺を固めに茹で、水分を切ってから使うと。おお、ありがたい。スペシャルカードはありがたいよ。よし。さんがはね、ジャブ打ちはやっぱり恐ろしいね。おい、飽きた。ここはね、全部買っちゃいます。カナリアシティでね、もう大英州がプンプンすいますね。その頃でも、どうやったかな、まだ大英ホークスやったっけ。
はい、明太星人ピリピリが現れたと。マカちゃん、マカちゃん、マカちゃん言うたらね即席麺の名前やね。ほんなこつ、明太子はうまか、白いご飯に合うとよーと。明太子ご飯たくさん食べてってね。今日は7杯食べれるね。あ、サイコロ振るんか。おい6、たくさん食べんしゃったね。これをあげるたい。絶好調かと。あー、どうしよう。スペシャルカードはちょっとありがたいな。絶好調カードはまっすぐ使うとして、ちょっと刀狩りを、そうやね、一旦ポイしましょうか。はい、で絶好調カード、次に使う。まあみんな遠いからね。で、あとは私はちょっと取り戻してる東北南県を、はい、おお、武器をさらばカード割ってくれた。ナイス。あ、そうですそうです、博多を抑えたからね。官兵衛さんがね来られます。倉田官兵衛殿といえば、豊臣秀吉殿が天下を取るのを助けたばかりか、秀吉殿が自分なきあと天下を取るのは家康か官兵衛かと恐れた男です。はい、加勢していただきましょう。鎌倉のわらび餅屋を調略で無料にて手に入れましたよと。調略とは、武力ではなく言葉巧みに話して味方につけることです。さすが、作詞家ね、クローバーと勘弁で。おお、はい。ああ、これどこや。四国、関東、これ長浜ってあっちやね。滋賀とかやね。横手は、横手ラーメン、どうかな。ただゴールはしません。天童が一番近いよね。で、7、おー、何シルバーカード使う。絶好調カード。カードずっと持ってるのと一緒やからね。まあ聞いた、いや、いけるやな。いけるけど、ちょっと抑えれるとこ抑えていきましょう。ここは無理。ゴリヤマ、あ、いわき、あ、ミトもいけるな。うん、ミトはね、私の大好きなね、あの人がお仲間になってくれるんで次回を楽しみに。お台場一番遠いのが富士山になっちゃったね。ああ、持ってるんや、すごい。8、なすりつけることはできない。はい、ということで、13年目ね、終わりました。収益額、2,210,4,490万ということですね。総資産が2,872,3,300万円ということです。はい、ということで、13年目終了でございます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。